左からバージニア・クリスティーン、バートランカスター、エヴァ・ガードナーメディアを再生する予告編、殺人者は1946年のアメリカ合衆国のサスペンス映画、ロバート・シオドマク監督、バートランカスター、エヴァ・ガードナーら出演によるフィルムのワールである。また、リチャード・ブルックスとジョン・ヒューストンがクレジットなしで脚本に参加している、アーネスト・ヘミングウェイの短編小説、 殺し屋を原作に映画化。1964年にドン・シーゲル監督で殺人者たちとしてリメイクされた。2008年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。ある小さな町に住むスウェードという男がある日、突然、二人の男に射殺された。保険会社の調査員リアダンはこの事件に興味を持ち、スウェードの身辺を調べ始める。その結果、 スウェードは以前ボクサーであったが、窃盗罪で3年の懲役刑に服していたことが分かった。その事件を担当したケージ・ルビンスキーの話から、スウェードは暗黒街のボスコルファクスの情負危機に心惹かれ、その罪を被って服役したことが分かった。さらに、スウェードが出所後、コルファクスらと一緒に、防止会社の給料強奪に参加させられたが裏切られ、 その払いせに盗んだ金を全部取って逃げたということも分かった。すべてはコルファクストキティの凶暴であり、その秘密を知るスウェードは口封じに殺されたのだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。